い、こんにちは、瀬名助です。今回はですね、ホビージャパンメカニクスを買いに行きたいと思います。ね、なんかね、すごいね、プラモの付録がついてるということなんですよ。なので買いに行こう、もうこれ買うしかないということで行きたいと思います。じゃあ行ってきます。そのついてる付録のモデルっていうのが、プチタダグラムのね、プラモデルなんですね。それがね、めっちゃでクオリティが高いらしいです。で、私も実際ね、ツイッターで写真を見たんですけど、やばいよね、すごいクオリティ、もうかっこいいってなりました。なので絶対欲しい、そして組み立てて塗りたいです。はい。あー、でもこれ売ってなかったりして、もう売ってなかったりしてっていう心配な気持ちがあります。でも行きます、見に行きます。はい、ということでお家に帰ってきました。無事にダダン買えました。ホビージャパンメカニクス、無事に購入することに成功いたしました。なんだかんだね、何軒回ったかな、私本屋さん4軒ぐらい回ったかな、4軒ぐらい回って、でやっと見つけました。もう売ってなくてですね、なんで発売日に買いに行ってるのに、どうして売ってないの、どうしてなの、教えておじいさんっていう感じだったんですね。はい、ということでね、楽しみなんですよ、早くね、中身が見たい。うん、噛んだけど、クチタダグラム、いや違うな、クチタダグラムじゃないな、クチダグラム、クチダグラム、クチダグラムですね、クチダグラムですね、クチダグちゃんですね、かわいいね、かわいい、はい、かっこいいね、めっちゃかっこいい、これめっちゃかっこいいですね、表紙ね。で、なんかこういうね、クシチュエーションのポスターのね、あのイラストかなんかあるんですね。じゃあね、この透明のね、薄いビニール袋にね、包まれてるので、早速ね、開放してあげよう、出してあげよう。でね、これね、レジでピッてするときにね、なんかね、バーコードがね、読み込めないとかでね、ちょっと店員さんがこれ袋開けたんですよね。ちょっと袋開けさせていただいてもよろしいでしょうかってね、言われましたね。私は本当はね、こういうのね、自分で、わー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 、ビリビリビリみたいな感じでね、開けたいんですけど、しゃあないよね。店員さんがそう言うなら、バーコードがなくそうなら、しゃあないと思いましたので、許します。はい。ということで、いけました、じゃじゃーん、いやー、すごいいいじゃないか、これは。見てください、この箱。めっちゃ楽しみだ。かっこいいよ、やっぱり。すごいかっこいい。この足場いいですよね。足場。うわ、これ塗るのめっちゃ楽しそう。でね、こちらのね、雑誌の方はですね、しっかり中身読んで勉強させていただきたいと思います。じゃあね、早速、口ダグラム作っていきましょうよ。ね、クチダグラム見ていきましょうよ、楽しみ。はい、では準備できましたので作っていきたいと思います。クチダグちゃん、クチダグスケちゃん、クチダグスケって呼んだらダメかな、ダメだよね、ダメだよね、そうだよね、そんなこと許されるわけないよね、分かってる、そう、いつもそう、私はさて、いつもはい、ではこちら開けていきます。組み立てのあれですかね、説明はこの箱の裏に当たる部分ですかね、箱のね、裏部分に多分これが説明だと思います、説明書的なね、ものだと思います。じゃあこれを見て組み立てていくって感じですね。よっしゃ、わかりやした、開けていきましょう。何が出るかな、何が出るかな、知ってるけど、ズズ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 ズ、チャラーン、こんな感じです。綺麗に入ってますね、箱にね。いいやん、めちゃいいやん、すごいいいやんね。えちょっとパーツ数もね、少なめなのですごく組み立てやすそうですね。じゃあ早速組み立てていきましょう。よし、じゃあ開けよう開けよう開けよ
これはハサミンだ。ハサミンがいるぞ。これはハサミン、ハサミン、ハサミン、どこでしょうか。ハサミン、ハサミンはどこでしょうか。ハサ、僕ハサミン、久しぶりだね。みんな、僕はハサミンって言うんだ。今日も元気だよ。さてハサミンで上げていきましょうか。うん、そうしましょう。ハサミンくんのお仕事は袋を切ること。はい、では出していきたいと思います。じゃじゃん、裏側かな、これ。これ一応裏側かな。こうかな、お見せするならこうかな。どうかな、これでいいかな。このなんか足元のこの地面がさ、ちょっと逆向きだったかなって思って、うん、かなと思って。 OK？ どうですか、めっちゃかっこよくないですか。見てください、この近くで。こんな感じですよ。わー、パーツがすごいね、しっかりとカクカクっとねしてまして、めちゃ綺麗。造形も細かいですね。素晴らしい。ビューティフル。はい、ではね、こちらの箱の説明書を見ながら作っていきたいと思います。よいしょ、やってくぞ。ではね、何から切り出そうかな。一応あれか、ちゃんと番号はあるね。順番、手順はあるよね。まあそりゃそうか、手順はあるか、あるよね。よし、じゃあ順番通りちゃんとやっていきましょう。もう順番守らないんよ私ね。そういうの卒業しようと思ったけど、あ、違う、ちょっと待って、違う、これ順番じゃない。番号書いてあるのが私ね、順番だと思ったんですよ。1番からパーツ取り付けていくっていうね、意味だと思ったんだけど、ただ単純にこのパーツは1番だよっていうだけでした。1番にここからはめていくっていう1番ではなくて、このパーツの番号が1番だよっていう意味だったね。うん、だから順番っていうのがないかなと思われます。そして今気づいたんだけど、パーツは全て接着してくださいとのことです。なので接着剤がいるってことは、私が得意なやつじゃねえか。タミヤセメントがどこかなっていう感じですかね。ちょっと待って、タミヤセメントどこ行った？どこ行った？どこへ出張した？タミヤセメントとタミヤセメント流し込みタイプ。はい、いつもお世話になっております。タミヤセメント様を使ってここから組み立てをやっていきたいと思います。ちゃんと接着していきましょう。接着しなくてもつくんじゃないとか思わずにやっていきましょう。ここからは慎重です。真面目にいきましょう。いつも真面目だけどね。僕はプラスチックのロボットだよ。僕はプラスチックのロボット。よっしゃ、切れた。まずは2番と3番のパーツ合わせていくか。開始5分でもうね、完成しそうになっております。めっちゃかっこいい。ちょっと後でね、カメラをね近くに持って行ってしっかりと物をね写したいと思いますが、めちゃかっこいいですね。とんでもない作り、造形がほんと素晴らしいです。なのでめちゃかっこいいですね。どうなってんだろう。あ、ちゃんとコックピットがちゃんとなっ、あ、できてんだ。すごい、めっちゃかっこいい。すっごいかっこいいな。やっぱね、なんか接着剤なしても普通につけそうな感じがするんだけど、でもつけてもいいのかな。一応でもなんかつけなくてもいけそうな感じがするから、ちょっと私つけずに行ってみようかな。だって接着剤ちょっとつけるのさ大変だしということで、接着剤とりあえずさ。なのね、ただいまのね時刻、今何時だろう。でもだいぶね遅いんですよ。今夜中なんですよ。まさかのね、買い物して、まあ、このメカニクスとか買ってきたんですけど、お買い物行って帰ってきたら違う動画の編集を急ぎでやってまして、で編集終わって、でいろいろ用事も終わって、今ねこうやって組み立てをやってるんですけど、夜中なんですよ今。もうね眠くはないんですけど、
みんなにね、いつも寝なさいよって、寝るんだよって、睡眠大事だよって言わせてもろてるんですけども、はい。私は、睡眠を、今日は大事にしていないかもしれない。はい。だいぶできてきました。あとね、足を一本作ったら終わりというところまで来ました。めっちゃ一瞬でした。ほんとね、10分とかですね、かかったのね。完成までで10分ぐらいじゃないですかね、ちょうどね。めっちゃ早いね。すごい組み立てやすいです。足場も今こんな感じでめっちゃかっこいいです。ええ感じですね。すっごいいいですね。で、さて、足の組み立てをやりまして、終わりということでございます。ので、組み立てちゃいましょう。胴体が、この足場についてないので、これがね、多分ね、ガションってつくとね、かっこよさ増すと思うんですね、私の考えでは。はい、太ももつきましたので、こんな感じで今、足と腕と太ももがね、ついてる状態ですね。さて、つけちゃいましょうか、これね、この二つ、ガションって合わせちゃいましょうか。めっちゃかっこいいなぁ。すごい、おー。かっこいいね、君。はい、ということで完成しました。ほんと早かったね。10分ぐらいだったよ。15分は絶対経ってないですもん。早かったな。一瞬で組み上がったのに、このハイクオリティよ、このクオリティ。造形の細かさも素晴らしいですし、めっちゃかっこいい。これ絶対ね、筆で塗ったらかっこいいと思う。うん。間違いないと思います。はい、こんな感じで完成しました。いかがでしょうか？造形の細かさがね、本当にね、目を引きますね。こんな感じですね。見てください、この背中とか。超細かい造形が、すごい。横から見たらこんな感じで。かっこいいですね。コックピットのね、中もしっかりとね、作り込まれていて、素晴らしいと思います。はい、ホビージャパンメカニクスの付録口ダグラム組み立て完成しました。ね、15分経たずにもうね、10分ぐらいで組み上げることができました。もうね、パッと組めてめっちゃクオリティ高い、超かっこいいモデル、素晴らしいですね。じゃあね、これからこちらをね、また塗って楽しみたいと思います。塗るのにね、本当にね、筆で塗るのにすごい適してるサイズだと思うので、皆さんもぜひね、塗ってみてはいかがでしょうか。うん、すごくね、楽しいと思うし、かっこいいものが出来上がると思いますよ。じゃあね、今回はこの辺で終わりにさせていただきたいと思います。じゃあね、今回はこの辺で。じゃあね、またねー。